初心者のための音楽サービス専門店、平瀬楽器の平瀬智樹です。おはようございます。レッスンを始めるにあたっていろんな質問をいただきます。質問っていうのは大体まあ似通ってくるんですけれども、その中でも代表的な質問にお答えしたいなと思います。はい、まあ代表的な質問なんですけれども、小さいうちから鍵盤楽器習うっていうのは、何がいいんですかっていうふうな質問が結構あります。まあヤマハの音楽教室であっても、普通の個人レッスンにしてもですね、小さいうちから鍵盤に触れるわけなんですけれども、鍵盤に触れると何がいいことがあるか、これはですね、最近本当によくテレビとかでも言われてるんですけども、脳に、効くそうです。鍵盤を習うとですね、当然なんですけども指を動かしますね。指先が動きます。あと楽譜を読みますけども、楽譜の、今弾いているところの先を読むんですね。こう先の先を読むような力がつくわけです。あと楽譜を、暗記する暗譜の能力がつきます。そういう能力を高めていくことで脳の働きが活性化するそうです。脳がまあぐる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 回るそうですね。それを、小さいうちから、特にまあ11歳までの間に始めると、脳の働きが、大きくなってからもいいまま続くというふうなことが、脳科学の分野の研究で最近分かってきております。鍵盤楽器をやると、脳が活性化するっていうのは昔から本当に言われてきたことなんですけども、最近は、ちゃんと研究の裏付けがあるんですね。まあピアノを習ったからといって天才秀才が生まれるわけではないですけれども、やっぱり、脳の分野から言うと指先を動かす、ピアノを弾くことは脳の働きにいいらしいです。鍵盤楽器を習うことは、今後のお子様の成長につながることですので、他の習い事も、とってもいいと思うんですけども、ピアノ、エレクトーン、そういう鍵盤楽器を、習わせてみるのもいいかもしれません。以上、今日は、ご質問にお答えさせていただきました。また何か質問がある場合は、ここのコメント欄に